おばんです。こちらの心になるほど体に質問が届いてます。5歳の子供が眼科で弱視だと診断されました。現在治療中です。視覚障害児ということでしょうか？実は弱視は治療ができる医療的弱視と治療が難しい社会的弱視があります。医療的弱視は子供時代に診断されます。その割合は50人に1人と言われています。4歳以下で発見され治療ができれば 95% の確率で弱視が改善されると言われています。視覚の発達に重要な時期というのが10歳までと言われています。10歳までに治療をすることができればその後の視覚の状態っていうのは改善される見込みがあると言われています。原則として眼球には異常が認められません。視力の発達期に何らかの理由で発達が十分に促されなかったということが原因の一つだと言われています。小さい頃に親が発見できなかったんだねって私も言われたことがあるんですけど、私は生後8ヶ月の頃に視覚障害の弱視が診断されました。眼球そのものに異常があるので治療ができない弱視になります。ミッフィー073のお子さんは治療中ということであれば医療的弱視です。なのでまだ視覚障害児というわけではありません。比較的早期に発見されていますので、まずは治療していただき、その後の経過を見ていくことになります。この医療的弱視と社会的弱視の2つが分かっていれば、治療が必要なお子さんを発見することができます。また治療ができない私のような社会的弱視の本人やまたその家族を知らないうちに傷つけてしまうような発言をせずに済むと思います。なのでぜひこの動画をね、一人でも多くの方に見ていただいて、医療的弱視っていうのは本当早期発見して治療に臨むことが大切だというところに多くの方が気づいてほしいと思っています。障害に関する専門家として活動しているので、私の元にはこういった質問が届きます。ご質問ありがとうございます。おかげで大切なことを発信することができました。ぜひ皆さんも気になったことや質問、疑問がありましたら、小文字で杉本梢@gmail.com まで、ぜひメールでお送りください。メールアドレスはこの動画の説明欄にも貼ってあります。いつもいいねやコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。おばんでしたー。